こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代がユニクロで買うべき服ベスト5というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、僕たちにとって最も身近なユニクロというお店なんですけども、まあ、商品量が圧倒的に多くて何を選べばいいのかわからないという方も結構いるのかなと思っています。僕自身ですね、ファッションの専門家なんですけども、ユニクロに行くと商品量に圧倒されてしまって、あれ、自分は何しに来たのかなというところですね、見失ってしまうことも少なくないんですね。まあ、そんなユニクロの中で40代の僕たち大人世代はどんな服を選べばいいのか、これをギュッと凝縮して5つにまとめまして、皆さんに今回は解説をしていきたいなと思っています。これはどんな優秀なお店もそうなんですが、置いてある商品すべてが素晴らしくてどれもが使いやすいっていうことはまずありえないんですね。それはユニクロもそうですし、セレクトショップもそうですし、もっと値段の高いハイブランドでもそうです。高い洋服であればあるほどデザイン的なエッジも効いてるので、なかなか日常に取り入れづらかったりするものなので、まあ、どこのお店をとっても本当に買うべきものというのは結構一部だったりするので、今回は身近なユニクロの中で40代の僕ら世代が似合うものをですね、もうバチッとお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということでここからはですね、僕たち40代の大人世代に似合うですね、ユニクロの名品をご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目はニット、いわゆるセーターのジャンルの中から一つ選出したいなと思ってるんですが、まあ、ユニクロのニットはですね、かなり上質で使いやすいものが多いんですね。なので全般的におすすめができるんですね。まあ、その中でもいろんな名作がありまして、今画面見てるんですけども、エクストラファインメリノクルーネックセーターですとか、このあたりは大定番ですよね。それだけではなくて、カシミアのニットだとか、最近ではスフレヤーンのニットだとか、このあたりの肌触りがいいようなものも結構人気になってきてるんですが、その中で僕はですね、40代世代が着るのであれば、まさにこれ、ウォッシャブルストレッチミラノリブクルーネックセーター長袖、これが一押しかなというふうに考えています。これまでの動画の中でも何回か出てきてるような名作中の名作なんですが、まあ、いくつかポイントがあります。まあ、ニットの中でも結構ですね、厚みがそれぞれ変わってくるわけなんですが、先ほどちょっとお伝えしましたエクストラファインメリノクルーネックセーターっていうのは、いわゆるハイゲージと言われるもので、目が細かくて薄手なんですね。ベーシックで使いやすいんですけども、個人的にはこのような薄手のニットというのは結構体のラインを拾いやすくて、ややぽっちゃりめの体型になってきた大人世代にはちょっとお腹の丸みとかがそのまま出やすいので、結構使い方によるかなと思っていまして、その点ミラノリブのクルーネックセーターに関しては中肉厚なんですね。程よい厚みがあるので体のラインを拾いづらいのと、あとはですね、ニット特有のチクチク感ですね、このあたりが軽減されていて、ほとんどスウェットのような感覚で気軽に着ることができるというところ、この使い勝手の良さがうまくミックスされているのがこのニットの最大の魅力かなと思うんですね。まあ、表面は結構サラリとしていて、凹凸感もあまりないです。ケーブルニットのような動きがあるようなニットではなくて、本当にですね、サラリとしているので、その点もロンティーよりも少し肉厚で、ニットの雰囲気も感じるというところで、まあ、すごくですね、使い勝手がいいんですね。しかも上品に見えるというところで、これは名作だなと思っています。まあ、カラー展開も豊富なので、結構ですね、2色3色と買っておいてもいいぐらいのアイテムかなと思ってるんですが、個人的には40代以降の男性であれば、ネイビーだとかグレーのようなですね、ベーシックカラー、このあたりを1色押さえておくこと、そしてオフホワイトのような明るめのカラーですね、特にこれから秋冬になってくると、上にですね、アウターですね、コートだとかダウンだとか、そういったものを着るんですが、まあ、このような重衣料ってブラックだとかネイビーだとか濃い色が多いかなと思うんですね。まあ、その時に内側にですね、ホワイトのニットなんかを入れると少し華やかさを出すことができるので、オフホワイトもいいと思います。もしくは今年新色となっているベージュですね、これは結構一押しに近いかなと思うんですが、まあ、ベージュとブラウンをミックスさせたような曖昧な色使いが
すごく上品なので、この色なんかもなかなかいいんじゃないのかなと思います。まあ、どの色を選ぶのかはすごく難しくて、外れの色がないんですね。ワインだとかダークグリーンというのもちょっとした差し色にもなったりするので、これはこれでブラックのアウターとも合うのですごくいいかなと思うので、これ3990円というのはかなりお手頃かなと思っています。で、サイズ感に関してなんですが、 GU だとかセレクトショップのオリジナルだとかそういったものに比べると結構ジャストサイズよりかなと思います。僕は身長164センチ53キロなんですが、 M サイズを購入することが多いです。まあ、皆さんの普段選んでいるサイズか、もしくはその1個上ぐらいでもいいと思いますし、トレンド感出したい場合は2個ぐらい上げないと結構ですね、ゆるさが出ないかなと思うので、まあ、そのあたりは30代の男性だとか、まあ、20代ぐらいの男性向けというよりは、大人世代がジャストサイズ前後で着るというところではすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。ということで、1着目はユニクロのニットのもう大定番ですね、ミラノニブクルーネックセーターの長袖でした。はい、続いて2点目はシャツジャンルから選出したいなと思ってるんですが、エクストラファインコットンブロードストライプシャツ長袖67番のブルーですね。これが一押しです。ユニクロのシャツもかなりですね、上質なものが多くて、結構僕も動画の中で皆さんにご紹介しているんですが、繊維の長い長長面ですね、こちらをですね 100% 使用した上品な光沢感を持ったシャツで、このクオリティのものが3000円前後で買えてしまうというのはかなりありがたいことだなと思っています。まあ、ユニクロの場合は結構襟型のバリエーションも多くて、レギュラーカラーもあれば、ボタンダウンシャツもありますし、あとはバンドカラーシャツですね。このあたりもあるんですけども、今回は最もオーソドックスで、今の旬にも合っているですね、このようなレギュラーカラーシャツですね。それに対して、ホワイトのシャツだと結構ですね、仕事感が出てしまったりだとか、意外とカジュアル感が出ないので、使いづらかったりするので、あえてストライプ柄を皆さんにご紹介をしました。まあ、ストライプといってもこれまたいろんな柄があるんですけども、ブルーベースにホワイトのラインが入ってるんですが、少し変則的な等間隔ではなくてランダムな感覚になってるのが、個人的にはなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。僕自身ストライプシャツ大好きで、いろんなものをこれまで自分のブランドでも作ってきたんですが、結構ドンズバで僕の作っているブランドのものにも近くて、すんごい好きな感じのストライプ柄なんですね。これが2990円で買えてしまうというのは、個人的にはですね、悔しいぐらいのクオリティかなとは思っています。で、こちらのシャツなんですが、製品洗いをしているので上質な質感を保ちながらも柔らかな肌触りだとか、少しカジュアル感のあるような、そんな見た目を実現してるんですね。そのあたりもビジネスのシャツにはないようなカジュアルさをうまくミックスしているので、非常にバランスがいいかなと思っています。ただユニクロのシャツっていうのは、まあ、ちょっとこう今のトレンドに合わせながら程よくゆとりを持たせていると書いてあるんですが、にしてもですね、 GU だとかセレクトショップに比べるとややコンパクトめなんですね。ですのでサイズ選びが結構重要になってくるかなと思います。まあ、40代の大人世代であれば極端にオーバーサイズにする必要はないかなとは思うんですが、普段着ているサイズのワンサイズ上でもいいかなと思います。まあ、ぜひジャストサイズとワンサイズ上を両方着比べてみて、ご自身のしっくり着た方を選んでみていただきたいなと思っています。僕は身長164センチ53キロなんですけども、 M サイズを最近は着ることが多いんですが、こちらのシャツに関してはもうワンサイズ上げたぐらいの方が好みには近いです。もっと大胆に上げてしまう方もいらっしゃるとは思うんですが、そうなると結構ですね、首元に隙間ができてしまったりして、身幅はいいんだけども首周りだとか、あと丈感が長すぎたりだとか、まあ、ちょっとバランスを崩してしまうので、ワンサイズからツーサイズアップぐらいですね、ここまでが一つの範囲かなと思っています。ストライプ柄のシャツというのは着こなしの中にアクセントとして機能させることもできますので、白 T の上に軽く羽織るだけで着こなしは完成しますし、さらに季節が進めばその上にコートを羽織ってもバランスがいいので、これは1枚あるとめちゃくちゃ便利な大人向けのアイテムだと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はボトムスに行きたいなと思ってるんですが、皆さんにご紹介したいのはタックワイドパンツではなくてですね、スマートアンクルパンツですね。まあ、こっちの方を僕は選出をしたいなと思っています。まあ、ユニクロの中にも様々な名作のボトムスがあります。僕の動画の中でもいろんなものをご紹介してきました。まあ、最近だとワイドフィットパラシュートカーゴパンツですね、このあたりもご紹介してきました。そして先ほども名前出ましたがタックワイドパンツですね、このあたりも結構ですね、素材違い色違いで様々なバリエーションが出てるような人気モデルになりました。じゃあこのようなアイテムが40代の大人男性に似合うかというと、なかなか難しいというのが僕の中での結論です。もちろん似合う人もいます。一
定のファッション感度の高い方であれば、こういったパンツの方がはるかに似合わせやすいかなと思うんですが、多くの男性にとってはちょっと難易度が高くなってくるので、今のトレンド感のど真ん中ではないんですが、スマートアンクルパンツのように、程よく、もも周りには適度にゆとりがあるんだけども、膝から下はテーパードが効いていて、丈の長さはクッションができないようなアンクル丈になっているボトムスですね。これが鉄板で使いやすいかなと思います。まあ、ユニクロのボトムスの中にはシルエットは結構いろんなバリエーションがあって、スマートアンクルパンツというのは僕は結構中間的な立ち位置かなと思います。感動パンツと呼ばれるような、結構ビジネスシーンで活躍するような細めのボトムスもあるんですが、これはまあすごくいいんですけども、かつての細身のトレンドの時には良かったりしますし、あとはビジネスシーンで使うにはすごくいいんですが、今の空気感からするとちょっと細すぎるかなという印象があります。またタックワイドパンツだとかパラシュートカーゴパンツだとか、このあたりは太すぎるんですね。一方でその中間にあるスマートアンクルパンツというのは決して旬なパンツでもないし、今更感はあるんだけども、40代の男性にとっては間違いなく使い勝手のいいボトムスであることは間違いがないかなと思っています。まあ、カラーはいろいろとバリエーションあるんですが、ブラックとグレーですね、この2本を持っておけばまず間違いがないかなと思っています。まあ、縦横両方伸びるような2ウェイストレッチ機能もついていて、センタープレスが入っているおかげで足長に綺麗めに見せることもできますし、1本あれば様々なスタイルにバチッとハマってしまうというところですね。このあたりがまさに最強と呼べるようなポイントかなと思っていまして、名作ゆえに何度も何度もアップデートされながらですね、現在に至っていますので、まあ、買っておいて間違いがないような40代向けのボトムスかなと思っています。先ほどご紹介したストライプのシャツにもバッチリ合いますし、ミラノリブのニットですね、このあたりにも間違いなくハマってきますので、全ての着こなしのベースとして使えるスマートアンクルパンツですね、これはユニクロの最初の1本としてはもう最適だと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目はですね、アウターになるんですが、秋だとか春に使えるようなちょっとライトなアウターをですね、皆さんにご紹介したいなと思います。こちらオーバーシャツジャケットですね。カラーは2色あるんですが、ブラウンとネイビーあるんですけども、個人的には69番のネイビーをお勧めしたいなと思います。まあ、ちなみにブラウンというカラーは僕たち大人世代が着ると失敗するとおじさんっぽさを加速させる色なんですね。なのでうまくはまれば上品でおしゃれには見えるんですが、やや難しいと思っていただいた方がいいと思います。その点ネイビーというカラー自体は清潔感があってベーシックカラーのど真ん中なので、40代の大人世代には間違いなく似合いやすい色かなと思っています。このようなシャツアウターというのは、まあ、最近トレンドアイテムの一つとして、まあ、長らくですねここ数年は取り扱いがあるんですが、襟付きのシャツ感覚で羽織れるようなアウターになっていまして、ボタンは通常のシャツに比べるとちょっと大きめです。そして腰の部分にはポケットが付いているので、シャツの見栄えなんだけどもアウター感覚で着ることができるような、まあ、まさしく40代の大人世代にはすごく適したような一枚になっているかなと思います。今のトレンド感を取り入れたようなドロップショルダーになっていて、まあ、適度に肩のラインは落ちているんですが、まあ、ユニクロのサイズ感というのはちょいゆるぐらいに収めてあるので、大人世代が気軽にトレンド感を取り入れる場合にはすごく使い勝手がいいのがこちらのアイテムになってるかなと思います。まあ、デザイン的には木をてらった部分は一切なくてミニマルで使いやすいんですね。特にネイビーだとさらにその中でもベーシックさが際立つので、このシャツに対して先ほどご紹介したミラノリブリッドですね、これを内側に入れてあげる、オフホワイトでもいいですし、ベージュカラーなんかもすごく相性がいいかなと思いますし、差し色的にワインだとかダークグリーンなんかを入れてあげるのもすごくいいかなと思います。これに対して先ほどご紹介したスマートアンクルパンツですね、こちらのグレーを合わせてみるだとか、もちろんブラックとかでもいいと思います。まあ、このような形で今回ご紹介したものの中でコーディネートが完成してしまうんですね。またはこのシャツアウターの内側にストライプのシャツを覗かせてあげるのもなかなかバランスがいいかなと思うので、様々な着こなしが想定できるかなと思います。秋のライトのアウターとして丈がそんなに長すぎないものは足さばきもいいですし、気軽に着て車の運転もできるし、電車に乗っても裾部分がもたつかないのでかなり使い勝手がいいかなと思うんですね。派手さはないけども堅実にすごく使いやすくて、なおかつトレンド感もほんのりと漂うこちらのシャツですね、ぜひ40代の大人世代もトライをしていただきたいなと思っています。
はい、続いてラスト5点目は、真冬に着るような重衣量ですね。できれば僕はですね、コートだとか、ダウンだとか、こういった重衣量系はユニクロではなくて、セレクトショップだとか、ちょっと頑張って投資をした方が、全体のバランスは整いやすいかなと思ってるんですね。というのも、人の目線というのは上半身に集まるので、秋冬のアウターというのは、やっぱり印象を大きく左右するような、そんなアイテムかなと思うんですね。なので、ここに投資をしていただきたいんですが、一方で最近ですね、あらゆる洋服が高くなってきてるんですね。なのでセレクトショップのオリジナルだとちょっと買えないんだよなという方も少なくないかなと思います。まあそんな時こそユニクロをうまく活用していただきたいんですが、冬場のですねアウターの中で個人的には去年も活躍しましたし、すごくこれはいいなと思うのがハイブリッドダウンパーカーの 3D カットですね。このモデルは実際に去年も買いましたが、非常にバランスが良かったです。まあユニクロのダウンというのは価格を抑えた上でデザインもミニマルで使いやすいんですけども、その中でもここ数年人気になっているのがハイブリッドダウンパーカーなんですけども、まずはダウン特有のモコモコとした感じが出づらくて、結構ですねマウンテンパーカーの延長線上の感覚で気軽に着やすいというところですね。このあたりがシャープで大人っぽく見えるゆえんかなと思っています。まあ、このデザインの大元はおそらくですね、数年前にユニクロとホワイトマウンテニアリングがコラボレーションしたというモデルがありまして、そちらのアウターに結構近いような形で去年リリースされまして、まあ、そこからはですねもう定番化していく流れなのかなと思ってるんですね。良い意味でダウンっぽくないんですよ。このあたりの気軽に羽織りやすいようなデザインというところですね。ここが大人世代にはすごく刺さりやすいポイントかなと思っています。まあ、カラー展開も4つになっていてどれもいいんですね。ただやっぱり使い勝手がいいのはブラックなんですが、意外と使いやすかったのが58番のダークグリーンですね。やぼったさのあるようなオリーブだとかカーキではなくて、結構深めのダークグリーンでブラックにはないですね、ちょっと綺麗めな色味になっていまして、これもすごくバランスが良かったんですね。特にこのようなグリーン系のアウターだったらボトムスブラックを持ってきてもちゃんと退屈な着こなしにならないようなバランスが取れるので、このダークグリーンだとか、あとはですね08のダークグレー、これもですねモノトーンで着こなしが完成するのでなかなかいいかなと思います。あえてブラックを選ばずにこのダークグリーンかダークグレーを選んでもらうのが個人的にはおすすめかなと思っています。まあハイブリッドダウンパーカーというのは前面にダウンが使われているわけではなくて、まあ、天然素材のダウンやフェザーを使った部分と中綿を使った部分、これらをうまく組み合わせながらハイブリッドな素材使いをしてあるというところが、まあ、すごくバランスがいいんですね。まあ、結構僕自身も感じるんですが、真冬ももうがっつりダウンってそんなに必要なくて、結構室内で過ごすことも多かったりだとか、移動も電車だとか車が多かったりするとハイブリッドダウンパーカーぐらいで十分だったりするわけですね。なんだったら本当にもう普通の中綿のアウターぐらいでも僕はいいぐらいなので、結構ですねこの全部ダウンじゃなくてハイブリッドなダウンというところが、まあ、使い勝手がいいんじゃないのかなというのはここ数年感じているところなんですね。ダウン特有の膨らみ感が強く出すぎないですし、シャープで大人っぽい部分もちゃんと出せるというところでは40代以上の大人男性にはまず間違いのないアウターだと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代の大人世代に似合うですねユニクロの名品ベスト5ということで皆さんにご紹介をさせていただきました。まあ数あるユニクロの商品からかなりゴリッと絞ったわけですけども、これらのアイテムというのはもう間違いなく大人世代にも似合うと思いますし、もちろん40代だけではなくてその周辺の30代後半だとか40代以上の方にもハマるアイテムなので、まあぜひ皆さんもですねまだ着たことがないという場合は店頭で試着からしていただきたいなと思っています。まあ、決してですねトレンド感の強いような通好みのアイテムではないと思うんですね。一方で40代以降の大人世代であれば、そこまでトレンド感強すぎるとなんか無理して若作りしてる感じが出てしまったりするので、まあ、これぐらいの程よいトレンド感をミックスさせるぐらいが、まあ、バランスが取りやすいのかなと思います。ぜひ皆さんもこれらのアイテムを使いながら40代以降も若々しく着こなしを楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日なるべくわかりやすく解説したいと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかですね取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルだとかドメスティックブランドだとかまたは専門ブランドですね、このあたりの情報に関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですねライブ配信をやっています。皆さんのご質問にその場でお答えしながらワイワイ楽しむような内容になっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、
オンラインサロンというものをやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムをですね、毎日更新をしながら皆さんにお伝えをしています。僕も毎日記事を書いていますし、僕以外の専門家の方も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。